カンカキー軍はアメリカ合衆国入りの一州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は113,449人であり、2000年の103,833人から9.3%増加した。軍庁所在地はカンカキー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。カンカキー軍はその全体でカンカキー大都市圏を構成している。 また、インディアナ州、ウィスコンシン州にもまたがるシカゴネーパービル、広域都市圏に入っている。カンカキー郡となった地域には少なくとも1770年代からポタワトミ族インディアンが住んでいた。1832年にアメリカ合衆国政府がキャンプティッピカヌー条約に調印した後の1834年、フランス系カナダ人が地域に入ってくるようになった。その後まもなく、 ニューヨーク州やバーモント州からの移民が、主にも、メンスの町に入ってきた。1840年代、移民の大半は、フランス系カナダ人か、メティスであり、バーボネなどに入植した。1853年2月11日、イリノイ州議会が、イロコイ軍北部とウィル軍南部を合わせて、カンカキー軍を設立した。当初は6つの軍区があった。当時、 の人口は約8000人だった。1855年にバーミリオン軍から2つの軍区が編入された。軍名はカンカキー側から取られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は681.36平方マイルであり、このうち陸地676.56平方マイル。 水域は4.81平方マイルで、水域率は0.71%である。近年、群長所在地である、寒河期石の平均気温は1月の下市12度から7月の下八86度まで変化している。過去最低気温は185年1月に記録された下二29度であり、過去最高気温は1988年8月に記録された下市107度である。 月間降水量は2月の1.62インチから5月の4 5 4インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カンカキー軍は共和党よりの接戦軍である。2008年大統領選挙では52%が民主党のバラク・オバマを支持し、共和党のジョン・マケインは47%だった。しかし2004年の場合は、 共和党のジョージ・ W ・ブッシュに55%、民主党のジョン・ケリーに44%が投票した。カンカキー軍はアメリカ合衆国会議員イリノイ州第11選挙区に属し、共和党議員を送り出している。軍内から過去3人の州知事を生んだ。カンカキー軍は下記17の軍区に分割されている。ありがとうございます。